最近ツイッター見てたら、はい、柄合わせ裁断がどれだけ難しいかって、うん、あ、本当に難しいんですか。動画は難しいです、はい、本当に難しい。パターンが歪む、はい、歪ませる、ね、最初に考えるこの歪みを認識して、そうですか。 Only one piece I think? Yes, only one piece. One piece. 柄ポイント今設定してるんですか。黄色いパンクロスですね、はい、今読み込んでるんですか。そういう機能でございます。先生、これでも結構大変だなと思ってます。これでもでしょ、うん、これハンドでやられてる方大変だと思います。そうですね、はい、と、はい、今斉藤さんが引退されてるケースが多いじゃないですか、はいはい、そうですね、そうするともう柄合わせを受けないんですね、はい、あ、そうです、はい、縫製バー。And this won't make a scissors like a scissors. ね、ちょっとうちの事務所で一回どういうもの？いや、最近ツイッター見てたら、はい、柄合わせ裁断がどれだけ難しいかって一般の人知らないって流れてて。そうそうっていう話だったんですけど、実際僕も柄合わせでどのぐらい難しいのかよく分かってないですよ。ああ、なるほどですね。今日は柄合わせ裁断みたいのはやってます。やってるんですか。やってます。ああ、そうですか。はい。ボーダーの追っかけと、うん、追っかけ裁断と、うん、ボーダーってニット生地じゃないですか、うん、だからズレがどうしても変換するときにズレがですね、まっすぐ柄ができないんですね、うん、でそれを、あの機械の頭にある光センサーで読み取って、はいはいはい、この本数とも全部読み取るんですね、うん、あとはもうそのボーダーのライン追従してキャリージをこう斜めいきながら裁断する。じゃあこういうボーダーじゃない生地はどうですか、はい、こういうボーダーじゃない生地はもう何も問題なく、あの柄合わせたいところに柄ポイントがあればキャド上に。あ、こっちの方が楽なんですか、うん、全然。え、あ、こっちは難しいんですか。ボーダーは難しいです、はい、本当に難しい。でさっき例えば柄ポイントをどこに設定するかによって、うん、こういうふうに柄を読み取れれば同じところ、そういうことです。あ、そうです。柄サイドができる。なんでボーダーが難しいのかよく分かってない。ああ、こっちのボーダーで一緒しました。ボーダー、はい、ボーダーは伸びるからってそうなんです。ストレッチが編み上げの生地なんで、はい、どうしてもその斜めに編み上がっていくんですよね。あ、はいはい、だからストレートにいけないんですよ。あ、でなおかつあのストレッチ素材なので、あ、そういうことか、まっすぐそのラインを引くことができないんで、はい、なるほど、はい、これをどこの会社も人間がこの目に沿って、はい、ボーダーに沿って切ってるんですね。なるほど。でそうすると非常に大きな量力が必要、コスパも悪いですし、あ、はい、でこういうふうに追っかけるんですよ。あ、カメラで、はい、センサーですね。光センサーで追っかけるんですね。そうするとパターンの裾があったでしょうか。今分かりました。ちょっと巻き戻しますね。こう行ってこのパターンの、うん、裾のとこ見ておいてください。分かりやすいので、うん、今ずれてますよね、パターンとボーダーのラインが、うん、これはですね今マッチしました、うん、どうボーダーに合わせたんです、うん、その生地の、はい、この生地の、あ、ゆらゆら、あ、なるほど、はい、このライトに当たってそういうこと、そういうことです。パターンが歪む、はい、あ、そうか、あと歪ませるんですね。最初にカメラでこの歪みを認識して光を当てて、そこを切っていくと、歪ませる、あ、なるほどね。パターンを歪ますというのが、うん、ランナーにとっては何たることか、うん、そうですね。だけど生地に合わさんとね、どうしようなんですかね。生地をぴったり合わせないと大変なんですね。大変です。なるほどね。そうしていけば、これはもうあとは連続裁断しています。なるほど、なるほど。設定しておけば。ああ、そういうことです。はい。もうローラーっていうかあれで送ってください。さっきのですね。ああ。送り込んで、これで柄合わせはこちらになります。え？あ、実機があるんですか。これチェック柄ですよね。はい。黒くなります。はい。でまずやっていただく行為は、はい、Only one piece cutting? Yes, only one piece. One piece. That's why now you can use for the sample cut in a small lot. まず最初にしていただくのは、うん、Made in Japan. Yes. And also denim also. Yeah. All, yes. all material we can cut.Except hard one. 何を読み込んでますか。今ですね、データをここに出してるんですが、
このデータの中にガラポイントがあるんですね。はい、あガラポイント今設定してるんです、ここ一個一個の。黄色いこのプロセスの、はい、このガラポイントが設定されないと、うん、ガラ裁断は自動裁断できないんです、はい、会社さんによってはガラポイントなしで、うん、このデザインのここにこの柄をっていうところもありますので、うん、そういったところは多分皆さん目視で、うん、はい、やられてチェックしてチョーキングしてやってると思いますね、うん、はい、例えばこれ4つあるじゃないですか、はい、これはずっとなってもあるんです、それぞれ1個ずつ設定してる、はい、最初です、うん、で柄を読み取ったら、うん、あとはもう自動でピッピッピッって合わせるんで、うん、まあ、大まかなところのセットはどうしても人の手で最初やらなくちゃいけないんですけど、手動と自動が両方あります、うん、その柄合わせは、うん、はい、手動だとこのマウスで合わせたいところにクリックすればパーツが動くと、うん、で自動だともう柄ポイントを読み取って自動で動いていく修正するということは可能ですね、うん、なるほど、動いたでしょ、パーツ今読み込んでるんです、何も聞こえない、静かですね、聞こえない、としてはですね、はい、あのこの柄合わせ裁断っていうのは非常に力が入ってまして、はいはい、まあ、今まで円端をして、はい、底寸カットをしたものをピン刺ししてやられてると思うんですけど、はい、厳密に言うと2枚目以降は見えてないわけですから、はい、そこで柄がずれてしまうということも十分あることですからね、はい、まあ、それを皆さん縫い代だとかそういうところで調整されてると思うんですけども、まあ、こちらだったら1枚ずつ1枚カットという優位性を生かしてですね、しっかりと目視で柄を確認できるといったところが強いですよね、はい、うん、で柄を見ていただければ分かると思うんですが、ぴったり柄でやってますよ、そういう機能でございます。先生、これでも結構大変だなと思ったんですよ。これでもでしょ、うん、これハンドでやられてる方大変だと思います。そうですね、はい、大変な技術と技術の習得がね、そうですね、大変ですよ、はい、柄合わせでってお願い、裁断お願いしたらやっぱりそれだけ工賃が上がるんですけど、ガッと上がると、はい、ってなるし、上がるのと、はい、今裁断士さんが引退されてるケースが多いじゃないですか、そうですね、そうするともう柄合わせ受けないんですね、はい、あ、そうですか、はい、積層でドーンと切っちゃう方がやっぱり数も切れるし、はい、確かに、はい、普通の人がシャツ着てても柄合わせだっていう見方をする人もいればですけど、うん、まあ普通の人はそんな気づかないですもんね、そうですね、はい、例えばあの紳士物のスーツなんですね、はい、もうかなりシビアな柄合わせが強くなってきますので、なるほどなるほど、はい、そういったところお客さんはこういった機能をつけられてますね、はい、ありがとうございます、はい、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。